山本周五郎できていた青1山手の下宿屋街にある柏ハウスの2階10号室で殺人事件が起こった殺されたのはマダム・シュンと呼ばれる女でしつこに本店のある重油会社の販売監督をしている ジェムス・フェルドというアメリカ人の目かけであったその日マダムシュンは昼過ぎから自分の部屋で左に記す3人の男と花をしていた高野ンジ、新聞記者29歳同じハウスの2階12号に住む吉田ペイ、無職41歳同じく11号に住む 木下俊一ホテルの V クラーク24歳これは11番の蒲山ハウスに住んでいる男その日の勝負は初めからマダム一人がさらっていた8時夕飯の時には高野を除いて2人とも俊一は20巻を越しペ平は40巻近くの負け越しになっていた夕飯を済ませてからも勝負は続けられた 論平ペイはいくらか回復したが、春一は負けが積むばかりである。ここでちょっと、マダム春という女の素性を記しておこう。彼女は、地震前のこの開港市の高等街では、ナンバーセブンの春光と言われて、それこそ山の手、海岸、南京町かけて石鹸した時代があったのだ。明暗の濃い表情あり、たくましい体力あり、 公職あり天才的な花の技あり何拍子もそろった実に体そっくり心の隅までの勝負なのだそれゆえ今ではこうしてメリケンの妾などで下宿屋街辺りにくすぶってはいるが花と男道楽の二道にかけては神後に落ちぬ勢力を持っているのであるで勝負は 10時が鳴ったのを潮に打ち切りになった勘定をしてみると結局みんなマダムに負けていたところで論兵に金がなかったのでそれはその日に限ったことではなかったが IOU を書くことになったのだがその時ちょっとしたゴタゴタがあったそれは IOU を書くカードがあいにくなくなっていたので 彼女は8号室のフェルドの部屋へそれを取りに行ったのであるところが彼女が入っていくとしばらくしてその部屋でフェルドと二人が大喧嘩を始めたのだ貴様殺してくれるぞフェルドのそういう声彼の言葉をいちいち英語で反転することは避けるがしたかと思うと彼女がヒステリカルにケ物 と、叫び返すのが聞こえた。やったろな。浮気の虫とやきもちの犬が。論イがそう言ってクスッと笑った。しかし、喧嘩はすぐに蹴りがついた。フェルドは何かのろしりわめきながら、足音を荒く階段を降りて外へ出て行ったし、マ、ま、ダムシュンは今へ戻ってきた。どうしたのふお決まりさ。 彼女は俊一の問いには構わず、持ってきたフェルドの商売用の空きカードの裏側を出して、論兵に渡した。高野が笑いながら、ジェラシーおかしくもないこった。本当よ。彼女はピシンと肩を揺り上げて、ミス・ブランシーを一本抜き取って火をつけながら、二三日うちに上海へ回るんだよ。 それにお金の集まりが悪いと言うんでじれているってわけさ。ふん。もうちょっとどうかしてるんなら、お金を貢ぐ気になってなるけれど、あれじゃねえ。怖えこと。高野はそう言って頭を振った。マダムはロンペイの差し出したカードを手に取って、その金額にちらっと目をくれたが、いきなりそれを突き戻して怒鳴った。なんだい、ロンペイ あんたのは38巻50だよおふざけてないひどく辛辣な調子だったので、さすがに論平ちょっと景色版だ。しかし手に取ってみると、なるほどカードには28巻50と書いてあった。論平は黙ってそれを書き改めた。あんたのはもう300巻近くになるね。論平、いい加減になんとかしてもらわなくちゃ困るよ。 まあまあそんなにガミガミ言うなよ論平は卑屈に苦笑したまま取り合わなかったマダムはその IOU をテーブルの隅に偏寄せてふと俊一の方へ振り返ったが俊一はもう感情を済ませたので帰るために立ち上がるところだったじゃあこれで僕は勤めがあるからそうじゃあまた 彼女はそう言って素早く誰にも気づかれぬように片目でウインクしながら言った「頼んだこといいね」ええ分かっています俊一はそう言って部屋を出たそれと同時にペ平も何かブツブツ言いながら「自分の部屋それはマダムと向き合っている部屋だ」ええ、帰っていった <に>論平と俊一の去った後も高野は残っていた。バカっパな。金をかけぬカルタ。でもするじゃあ切って。一回だけという決めで再び札が持ち出された。親決めをすると高野の親だった。今晩勝つよ。 書けなきゃ運がいいんだから悔しいけど文句を言わないで切った札を配った自分の札を取り上げたマダムはふーんと鼻を鳴らせてカラスと言いながら札を全部映えさらした7枚とも空札なのだ開いた高野は舌打ちをしながら自分の手を見た その時、廊下に走ってきた球児がドアをノックして顔を出した。高野さん、こちらですかああ、高野さん、ご面会の方ですよ。誰だいなんだか妙な人ですよ。名前も言わないし、それに、変な格好して。変な格好よし、すぐ行く。どうぞ。高野は、 青ができるなと思いながら自分の札を映え伏せて給仕の後から部屋を出て行った下の応接間にはひどい身なりをした一目で不老者と分かる男が待っていた自分が高野だというと面はゆげな様子で「ちょっとそこまでおいで願いたいんでええすぐそこまで何の用です?」 私何じじゃもんませんどこかの旦那があなたに外でお話ししたいことがあるからってんで何でもうちじゃ話しにくいことだからっておかしいな誰だろういぶかしくはあったがともかく高野はその男について外へ出た男は無言のまま先に立った お坂へ抜ける街角まで来ると男はうろうろ辺りを見回しているどうしたんだいええ男は頭をかしげながらそのここんどこだったんですがあてなどこへ行っちまったんだろうつい今しがたここで高野はじれったくなったので 暗がりほうへ大声で「おーいおーい」と何度も叫んでみたしかし辺りには人影もなく答える声も聞こえなかった全体どんな男だったかと聞くとその男がその辻へさしかかると暗がりの中から黒っぽい街灯を着た男が出てきて50銭銀貨を2つ握らせ「高野をそこまで呼び出してきてくれ」と頼んだのだと話した なんだいバカバカしい。もういいよ。てっきり記者仲間のうちの誰かのいたずらだと思った高野は、そう言い捨てたまま帰ってきた。この間がおよそ7、8分。多くとも10分そこそこだったに違いない。2階へ上がってマダムの部屋のドアを開けると、彼女の姿が見えなかった。おや とつぶやいて二三歩踏み入った途端カルタテーブルの向こう側に椅子もろとも仰向けざまに倒れているマダムの姿が目についたどうしたんですマダム何か発作でも起こしているのだと思った高野はそう叫びながらテーブルを回っていったマダムの裾がひどくまくれて油切ぎった白い桃の根までがあらわになっているので。 高野は手早くそれを引き下ろしてやったその時プンと鼻をつくような血生な臭さ,さを感じた「親?」と思ってみると彼女の左胸部に突き刺さっている担当の絵に目がいったそして裸った胸から床の上まであふれるような血だったはじかれたように立ち上がった高野は 廊下へ飛び出してわめき立てた人おろしだ急報に接した県警警部から刑事課長節也氏が四五名の部下と同社で駆けつけてきたみんなが現場へ着いた時にはすでに招かれていた付近の開業医の手当も間に合わずマダム・シは絶命していた 節也氏は直ちに警察医を得して死体を改めにかかった用いた凶器はありふれた日本の吸寸五分で心臓の真ん中をほとんどつまで突き刺していた刺し傷の角度と深さを測ると担当は絵に記された指紋の検出をするため係の刑事に回された刃を上に向けてやったんだな日本では珍しいやり方ですね 警察医はそう言いながら死体の着衣を念入りに剥いでいったそしてごく外部的に上皇関係の有無を調べた結果性的な機能更新の事実を確かめた節也氏は簡単に証人の陳述を聞いた後直ちに現場の探査に移ったドアのノブベランダに開いていた窓テーブルあらゆる場所の指紋検索が行われた その部屋は三方にドアがあったその一つは廊下一つはベランダ一つは寝室にと通じているのでそのうち寝室へ通ずるドアだけが閉まっているきり他の二つは開いていたベランダへ出ると非常はしごに通じているのだがそれは内部から自動的に上げ下げできるようになっているもので毎夜10時にはハウスの主人がそれを上げる習慣であった。も,っとも 2階の階段の角にボタンがあってそれを押しさえすればいつでもはしごを下げることはできたしはしごを降りてから上へ押し上げると自動的に跳ね上がるようにもなっていたのである節つや氏が見た時そのはしごは上がっていた室内は別に格闘したらしい形跡もなかった彼女は正しくテーブルに向かった位置のまま後ろへ倒れているのだ 裾がひどくまくれていたという高野の陳述と性的機能更新の事実とはこの死体の位置と重ね合わせて少なくとも強行者が彼女にとって未知の陳入者ではなかったということを想像させるに難くない少なくとも強行者が彼女にとって未知の陳入者ではなかったということを想像させるに十分だ犯人はここにかけていたよ。 節也氏は被害者と向かい合って椅子にかけたそして隙を見てここからこう刺したのだその時テーブル越しに左手で被害者の右肩をつかんでいったいやそうじゃない言いかけてふとテーブルの上を見合った刑事課長は「おや?」という表情でそこにある花札を求めたそれというのは 高野が手を見ただけでそこへ伏せていったと陳述した札がめくられていたしすでに青という役がそこにできているのだ花は明らかに戦わされてあるのだおお<ー>哲也氏は二三度うなずきながらつぶやいたこいつ臭いぞそうそれは実際 何かしら異常な人に呼びかけるものを持っていたなんとなくそれ一つがこの殺人事件の秘密を解く鍵であるかに思われた検事局から矢島定跡検事倉石判事が駆けつけてくると同時に11番の樺山ハウスへやった刑事が帰ってきて俊一がまだハウスへ戻っていないということを報告した。 昼飯を早く済ませて出たまま戻らぬそうです。勤め先のホテル部位へも電話をかけてみましたが、そちらへも来ていないということです。ご苦労せつや氏はすぐに、俊一と高野を呼び出しに来た不老者に対する非常線を張るように命じて仮尋問にかかった。同じ2階の草加室を片付けてテーブルと椅子を持ち込んだもので、それは、 ののああっったた。号室向に順に行くと13号室となるべきなので嫌ってあるの丹精になる草花などを置いてあるのだ4まず最初に柏ハウスの主人夫妻が呼び入れられて節也氏の尋問を受けた。 ジェムス・フェルドさんご夫妻に部屋を貸したのは去年の三月でした二階の八、九、十と三部屋で部屋代は月八十円ですご主人は年に三回二月くらいずつしか滞在なさいませんですご夫婦仲はいい方ではないと思いますこの春も一度ひどいいいかいがあって フェルドさんがピストルを持ってマダムを追い回したことなどありました。マダムの素行についてはお調べくださればわかりましょうがあんまり芳しくありませんです。私どもの存じているだけでも常に二人や三人の男は欠かしたことがありません。フェルドさんもこれは知っていたと思います。しかし、 非常にマダムを愛しているのでしょう。別れ話などの出た話はかつて聞きませんです。マダムは花の名人だそうで、いつもその方の人たちの出入りが絶えませんでした。今日もお部屋では昼から花をやっておられるようでした。よくはわかりませんが、カバヤマハウスの俊一さんが見えていたようです。 ロンペ平さんと河野さんは同じ2階のことですから今日に限ったことではないと思いますがその都度賭けがあったかどうかは存じませんです10時頃でした2階でご夫妻の怒鳴り合う声がしたと思うと間もなくフェルドさんが足早に階段を下りてきてそのまま外へ出て行かれるのを見ましたまた嫉妬喧嘩ですね とこれが申しましたので、うん、ああいう人を持つと男も楽ではない、などと話し合いましたです。それから非常場所を上げて戻ると、ちょうどそこへ俊一さんが2階から降りてきまして、いつもどおり、愛想のいい人で、ニコニコと笑いながら、さいなら、おやすみと言って帰っていかれました。これが、 ベルドさんの出て行かれた15分か20分も後だったでしょうか俊一さんが帰ると間もなく見慣れない男の方が高野さんを訪ねてきた様子でした給仕が取り次ぎますと高野さんは何かその男と二子と三子と話をなさって一緒に外へ出て行かれましたですいつ戻られたか存じません それから10分か12、3分も経ったでしょう。人殺しいという大きな叫び声がしますので、驚いて、これと2階へ行ってみますと、高野さんが蒼白な顔をして廊下で叫んでおられて、すぐにマダムの殺されたことを知らせてくれました。そこで私は、警察の方へお電話をかけましたのです。 陳述は全て妻が肯定した。続いて球児が呼び出されたこれは簡単に終わって次に論平が招かれた論平は単純室の顔色の悪いどこかすぐに賭博常習者を思わせるところを持っている男だった彼は決して相手の顔を正面から見ずにいつもよそを向いたりうつむいたりして話した。 お前には翼平が,が椅子に着くと節也氏は突然刺すように叫んだ論平はピクッと顔面筋をけいれんさせて表を伏せたそしてどもりながら答えた「前科」と申しましても賭博犯で3回挙げられただけですお調べくださればわかります マダムと知り合ったのは地震前のことでまだあの女がナンバーセブンの雪ホテルで売っていた自分のことです地震後私は大阪で暮らしていましたが去年の暮れこっちへ舞い戻った時ちょっとした機会からマダムと巡り合いましてその紹介でこの2階へ間を借りるようになったのです今夜の事件については 私は何も存じません。十時半、ちょっと前でしょうか。よく覚えておりませんが、自分の部屋へ帰ってベッドの上に転げてタバコを吹かしておりますと、廊下で高野さんが人殺しと怒鳴ったので、慌てて出て行きました。そして、マダムの殺されているのを見つけたのです。花の勝負で、 お前は金がなかったので、借証文を入れたそうだね。おい、金額は38巻50です。その時、何かあの女との間に居酒いがあったそうじゃないか。いえ、それは私がぼんやりして金額を書き損なったのです。別段、居酒いと申すほどのことではありません。それに、節也氏はこの時、 しかし翁えは一目見た瞬間明らかにハッとした様子だったがしばらくためらった後確かにそれは自分の持っていた品だと認めたそして取り締まりが厳しいのでもうしばらく持ったことはないしどこへしまっておいたかもはっきり覚えていないと述べた。 論平の陳述は極めて単純であるだけどこかに革然としたものがあった課長は狂気を引っ込めると穏やかな調子に帰って何か悲鳴のような声を聞かなかったか思い当たる節はないかと23尋ねた後論平を控え室へ退けた論平が済むと続いて高野が呼ばれた。 しかしこれは最初に事件の経過を申し立てているので節也氏の尋問は重要な点の証言を求めるにとどまっていた君は外から呼び出しが来た時花札をどうして置いたのかね。先ほども申し上げましたように私が親で札を切り配り終えますとマダムはカラスと言って自分の札を映え晒しました私は自分の手を見て青ができるなと思いましたので 場を見にかかりました。そこへ呼び出しが来ましたので、そのまま札をそこへ伏せておいて部屋を出たのです。なるほど。せつやは美しく刈り込んだ口ひげを噛んだ。すると君は札を見ただけでそれを伏せて面会人に会いに行ったのだね。そうです。それは不思議だ。 なぜですかというのは現状を調べると明らかに花がめくられているんだその上君の方の場には青札が23枚揃っているつまり青の出来役ができているんだそんなバカなことがどうして高野の驚く目を、 節也氏は鋭く見返って君がやったのでなくとも君の出た後で誰かが被害者と勝負をしたかもしれぬではないかねしかし私が留守にしたのはほんの10分足らずの時間です君は今自分の手に青ができるなと思ったと言ったではないか2度目のめくり あるいは三度目のめくりで青の揃うようなチャンスはそう珍しいことではないよ高野は黙っていた。林県の判件時と簡単な意見の交換をした後哲也氏は二名の部屋とともに高野論平フェルド三名の今の捜査を行った。 節也氏が論平の部屋で意外な獲物を検挙して仮尋問所へ戻ってきたとき、非常線に引っかかって、例の鷹野を呼び出しに来たという不老者が捕らえられてきた。節也氏は不老者には簡単な尋問を試みただけで別室へ下げた。そしてもう一度、論平が呼び出された。再び尋問を受ける論平は前にも増しておどおどと怯えていた。 それに反して、節や刑事課長はぐっと砕けた態度で、まるで友達に対するように親しい調子を見せていた。君は、だいぶんあのマダムに借金しているね。ええ、その、いくらばかりだね。なに、ほんの少しで。ほんの、300円ばかりで。 論平はビクッとして尻目に課長の顔を見た。しかし、節也氏はそ知らぬ風で続ける。今日君は借用証書を書いたそうだね。ええ、さようです。ところが、その君の書いたカードが紛失しているんだ。現場にないんだよ。そればかりでなく、 マダムの手分庫の中がかき回されて若干の現金とそれから23人から受け取った借用証書のカードの束がなくなっているのだでロンペ平は唾を飲んだそして黙って自分を見つめている節や氏の目を見るとたまらなくなったかしてしどろもどろの調子で弁明を始めたそれで私がその。 いえ、違います。私はそんなものを盗み出す必要はありません。なぜかといえば、私の借金については、マダムと特別な了解がついていたのですから。特別な了解それはどういうことがねそれは。論平は意気込んだ出花をくじいて、肌と困惑の表情を見せながらうつむいた。それはどういう了解だね 節也氏の声に力が入った論平は明らかに老狽して赤くなったがしかしすぐに思い切った左のような告白をした実はマダムと私の間には特殊な性的関係があったのです私がマダムの異常抜々を満足させることができればその都度20貫ずつ借金を棒引きにするという約束なのです 雪ホテルにいた頃外人相手にあくまですんだバツバツ生活を繰り返したマダムの体は体格のか細い紳士的な日本人の普通の男相手では到底欲望を満足させることができなかったことにノルウェー人のオールという男が教えていったバツバツは彼女のバツ生活を根本的に覆したほど異常なものだったそして オール何がしが日本を去って以来残していったバツバツや薬品を上手に使うことのできるのは当時グランドホテルの厨房にいた彼ロンペ平ただ一人だったのであるそんなわけで大阪から帰ってきて会うとすぐマダムはほとんど無理強いにこのアパートへ私を引き入れて部屋の心配までしてくれたのです私はそれ以来 ずっとマダムのバツバツを満足させることを条件に部屋代から食事代まで出してもらっていたような次第ですおおそうかねせつや氏は論平の申し立てを聞き終わると静かにうなずいたそしてしばらく口ひげをかみながら何か案じているふうであったが突然一束にしたカードをテーブルの上へ取り出した これを知っているかねお一目見るなり、論イはうめきながらさっと顔色を変えた。彼の額にふつふつと汗の滲み出てくるのが見えた。これは君の部屋から出たんだ。通風塔の中へ押し込んであったのだがね。これについても何かマダムと特殊な了解ができているのかね 恐れ入りました。論イは、がくりくじけながら頭を下げた。いかにも、私はマダムの手文庫を開けて、その中から30円ばかりの金と IOU の束を盗み出しました。しかしと彼は、きっと表を上げて、必死の表情を見せながら、額に流れる汗を吹きもせず、陳述を始めた。しかし マダムを殺したのは全く私ではございません。決して嘘は申し上げません。高野さんが人殺しと叫んだので、私はベッドから飛び降りて廊下へ出ました。すぐにマダムの部屋へ行って死体を見つけて、こりゃとんでもないことになったと思っていると、そこへ、ここのハウスの主夫妻が上がってきたのです。そしてこの有様にびっくりして、 警察へ電話をかけると言って下へ駆け降りて行きました。すると高野さんも自分の社へ電話をかけておくからと言って私に見張りを頼んで下へ行かれたのです。残った私はふと衣装戸棚の上にある手文庫を見つけました。その時、そのうちに現金のあることを知っていた私はふらふらと金が欲しくなり、 急いでそれを下ろして書き回してみますと偶然 IOU の束が出てきたのですそこで私はちらっと考えたのですがもしマダムの死後この借用証書が発見された場合はマダムとの特殊な了解などは無効になると同時にフェルドさんから借金として督促されるに相違ないと気がついたのですそこで 持って行って焼き捨ててしまうつもりで、金と一緒に海中へねじ込んだのです。そして手文庫は元の場所へ戻し、IOU の束は通風塔の中へ押し込んでおいたようなわけです。この他には何も存じません決して、もう偽りは申し上げませんです陳述を終わった論兵は、額から横が見えかけて流れる汗だった。 そこへ刑事の一人がジェムス・フェルドの帰ってきたことを知らせたので、節也氏は論評を退かせた。そこへ刑事の一人がジェムス・フェルドの帰ってきたことを知らせたので、節也氏は論評を退かせた。六節也氏がしばらく休憩を取るために、 煙草に火をつけて片隅の椅子に腰を下ろすと先ほどから指紋の捜索をしていた警部がやってきて満足な結果が一つもないことを報告した担当の絵には極めて古いしかも不明瞭な23の指紋があるがそれは無論強行時に記されたものでないまた窓枠やドアのノブなどからもほとんどこれはと思われる収穫はなかった 続いて警察医の報告があったがこれは解剖を待たなければ精密なものではないしかし性的機能更新が自動的なものであるか多動的なものであるかという概念的な懸案についてはおそらく多動的な手慰みなどであろうと答えたそれは被害者の手指が汚れておらなかったことから推測するのみのことではあったがやっぱり論兵が一番濃厚だね 暗判事が低くつぶやくように言った高野が留守にした10分内外の時間に教行を終えることのできるのは前後の関係を押して論平より他にはないそうおそらく高野の出て行くのと入れ違いにあの部屋へ入って行って花をはじめ隙を見て女を殺害したのだろう矢島城跡検事もそう言ってうなずいた 節也氏は静かに頭を振ったでは高野を呼び出しに来た不労者を誰が雇ったのでしょうロンペイは事実一歩も部屋から外へ出ていませんまた不労者を雇ったのが高野の言うとおり友人のいたずらだったとしましょうそれでなおかつロンペイの権威には不十分なところがあるのですそれは と言って節也氏は例のカード束を叩いた「論平の隠したこの束の中に今夜彼が提出した38巻何がしの IOU が1枚入っていないのです」「もちろん現場にも見当たりません」「今夜の一枚38巻50」と書いて論平の署名のあるカードが行方不明なのだ。誰が 何のためにそのカードを持ち去ったのだろう。ジェムスフェルドが刑事に案内されて入ってきた。彼は見たところ、四十前後のブロンドの男で、目は際立った茶色、それが時々猫のように鋭く光った。どちらかというと好人物型で、言葉は片言の日本語を明瞭に話した。彼は、 自分は今8番のバーのフロイラインから帰ったばかりでマダムの殺害されたことを聞いてびっくりしているということを割に落ち着いて申し述べたしかし次の陳述が進むに従って次第に昇進の色を見せたのはさすがに隠しきれぬ個人への愛情の深さを思わせた私はサンフランシスコにある KBD 重油会社の 東洋販売監督を務めています当地と上海と香港の参加者を受け持って当地には毎年春秋2回およそ8週間くらいずつ滞在しますマダムシュンと知り合ったのは去年の春のことで相談の上この柏ハウスの2階3部屋を借りて同棲生活を始めました申し上げておきますが 私は本当に真面目な気持ちで彼女を愛しておりましたのです。ヴェルドはハンカチを取り出してそっと鼻を押さえた。春は元来多情な女で、性欲生活には驚くほど異常な好みがありました。したがって常に男関係が絶えず、外泊することなどは珍しくないのです。しかし、全身が全身であったし、 私の留守にする期間の長いことでもあり、これは是非もないことだと私は諦めていました。そんな次第ですから、私たちの中はいつも平和であるというわけには行きませんでした。時々ひどい衝突が起こりました。一度などはいっそ彼女を殺して自分も自殺しようかと思い詰め、ピストルを持って追いかけたこともありましたが、 結局私には彼女を殺すことはできません彼女もまた私にそんなことのできないのをよく知っていたと思います今度当地へ来ましたのは6週間前で世界的不況から商売方面が思わしくなく本店からの命令もありましたので滞在日数を繰り上げ23日内に上海へ回るつもりでいたのでございます と、この時、突然、廊下に慌ただしい足音がして、二人の刑事が、俊一の腕を両方から抱え込んで引っ立ててきた。どうしたのかと、節也氏が聞くと、青白い、こわばった顔を振り向けて、俊一がわめきたて誤。誤解です誤解です 7刑事は俊一を沈黙させたあと彼が9号室フェルド夫妻の寝室の窓からベランダへ忍び出て非常馬車のところから裏庭へ飛び降りたところを取り押さえたのであると申し立てた寝室からこの男が節つや氏は疑うように俊一を見た春一は、 乾ききった唇をけいれんさせながらわめいたそそれには司祭がありますそれは節つ氏は刑事に俊一を控室へ下げるように命じたそして意外なありさまに驚いていたフェルドに陳述を続けるよう促した今日私たちは帝劇へ行く約束でした私が上海へ立つフェアウェルの意味です ところが昼近くになると急に機嫌を損じて男の友達を呼び集め花を始めてしまったのです私は再三出かけようと促しましたがどうしても聞きませんついに諦めて私もジムを取ることにしましたのですお茶も夕飯も一人で取りました非常にむしゃくしゃしますので酒でも飲もうと思い 十時近くでしたが出ようとするところへ彼女が入ってきましたそこで私は銀貨の持ち合わせがなかったので少しばかり銀貨をくれと申しましたすると彼女はそんなことには耳も貸さず大変口汚く私を罵倒するのですそこで私も昼からのむしゃくしゃが破裂して同じように怒鳴り返し 自分は今夜帰ってこないと言い残して外出しましたのです。その時あなたはマダムにお前を殺してやるぞと脅かしたそうですね。あるいはそんなことを申したか知れませぬ。何しろ昼からイライラしていたものですから、思わずカッとなってしまいまして。バーへはまっすぐ行かれましたか。 行きつけのフロイラインへは後でしたその前に坂下の裏町で23軒寄りましたですその前に坂下の裏町で23軒寄りましたです何という家であるかは覚えておりませんがしかし行ってみればわかると思いますおってそう願うことでしょう節也氏はそう答えると丁寧に挨拶をしてフェルドを控え室へ返した ペルドを退けた刑事課長は直ちに部下を呼んで別室に入れておいた例の不労者に控室を覗かせてそこに集まっている者のうち誰が高野を呼び出すように彼を雇った男であるか確かめさせるように命じた検事も判事も今度は富に口を聞こうとしなかった小さな仮尋問書の中には盛り上がってくる事件の進展につれて 重苦しい緊張が翼を広げた。まもなく不老者は戻ってきた。そして、控え室の中に確かに自分を雇った男がいると証言した。しかし、それがその男だということを聞くと、節也氏の瞳は急に失望の色を表した。そして、春一が、 尋問室へ呼び入れられた俊一はすっかり上がっていた色白で眉の秀でたどう安く踏んでも2枚目の柄はある男だがひどく老狽しておどおどと震えているので何とも格好がつかないそれでもどうやら 刑事課長の尋問にたどたどしく答えた私がマダムの寝室から抜け出たのは事実ですけれど殺人事件とは何の関係もありませんですそれは神様にでも誓います誓わないうちにすっかり事情を話してもらえどうして一旦帰った君がマダムの寝室へなど隠れていたのかねそれはその えはっきり言いたまえ。実は私は先週の水曜日来、そこでマダムと上皇関係があったのです。マダムが機械を作っては私を寝室へ呼び入れてくれましたのです。節也氏は眉をひそめた。なんという女だ。なんというただれた性生活だ。君は、 あの男を知っているね。節屋氏は部屋の隅に刑事に付き添われて立っている扶労者を指さした。春一はちらとそれを見てすぐうなずいた。存じております。では、今夜君のしたことをすっかり話したまえ。申し上げます。春一はやや落ち着きを取り戻して次のように語り出した。 それによると彼とマダムシュンとの肉体関係は非常にただれたものであったこの1週間というものほとんど毎晩会っていたのだ今夜は俊一が勤め先であるホテル V の明け番なので11時に出勤するから会うことはできなかったのだがフェルドと喧嘩して部屋へ戻ってくるといつもの合図それは右手の触手で トントンと三度テーブルの面を打つのでつまりフェルドが留守になるから来いという意味その合図をしたのだそれからまた高野とロンペとが話をしている間にマダムは素早く「外へ出たら人を頼んで高野を呼び出せその間に非常はしごを下ろしておくから」と教えたのであるなぜそんなことをしたかというと この二三日来高野は2人の関係を感づいたらしくとにかく間に入って邪魔をするような風があったのだ今夜も3人一緒にマダムの部屋を出るべきだったのに高野1人だけ知らぬ顔で残っていたマダムはそれを見越してそんな計りごとを用いたのだ俊一は外へ出るとお台間坂まで行ってその不老者を捕まえ鷹野を呼び出すように頼んだのである そして建物の横に隠れて確かに高野が不老者と一緒に外へ出かけていくのを見届けてから裏へ回ったのである裏へ行ってみると約束通り非常はしごは降りていたそこでそれを伝ってベランダへ上り素早くいつもの通り寝室の窓から室内へ忍び込んだのであるベッドの上に寝転んでいると間もなく高野が「人殺し」 と叫び始めたびっくりしてすぐ飛び出そうとしたが考えると自分の立場は危険だしそうでないまでも具合が悪いのでともかく外へ逃げようとベランダへ出てみると不思議や今しがた彼が登ってきた非常梯子が上がっているのだ前にも言ったようにこの非常梯子を下ろすには下の主の部屋か 二階の階段口の角のボタンを押すより他に方法はないのであるそこで俊一は機械を見て逃げようと再び寝室の中へ忍び込んでしまったしかしその機会のないうちに検査官たちの乗り込みとなり捜査となったのでいたたまれず無謀とは知りながらベランダへ出て下へ飛び降りたのであるがちょうどそこへ張り込んでいた刑事に捕まってしまったのである なるほどすると君は凶行のあった部屋の隣にいたことになるね節也氏は深く前を寄せながら鋭くでは10号室で何か悲鳴でも起こったのを聞かなかったかね。それともいさかう声とか何も聞こえませんでした別にそれらしいものともしなかったと思いますが 言いかけて俊一はふと顔を上げたそうです忘れていました私はベランダへ上がるとマダムの部屋の外から窓ガラスを指でたたいて来ましたよと言いましたすると中で確かに返事をしたのですがその声が今考えるとマダムの声ではなかったように思われますそれはどんな声だったね 聞き覚えのある声だったかねさあ聞き覚えがあるようでもありしかしそうでないような気もします何でも低いダミ声のように覚えますが俊一の尋問はそれで終わった春一が刑事に付き添われて控室へ去ると節つ氏は起き上がってイライラと部屋の中を歩き回った。 そして矢島定石検事の方へ近寄りながら低い声でセカセカと言った俊一がベランダから声をかけた時でに室内では強行が済んだ後だったおそらく犯人は高野の出かける直前からベランダで機械を狙っていたのでしょうそして高野の出て行くのを見るととっさに侵入して女を殺害したのですそして 俊一がベランダから寝室へ入るのを見すましてベランダへ出て行き非常はしごを伝って下へ降り去ったのです降りている非常はしごは下から押し上げると自然に上がる仕掛けになっているのですから犯人ははしごを上げて立ち去ったのですつまりこれを要するに1 高野が出て行く直前に犯人はベランダにいた2俊一が来るまでに犯行が済んだ3俊一が寝室へ入った時非常梯子から立ち去った降りていたはしごが上がっていたことによって証明されるつまり犯人はマダムが俊一のためにはしごを下ろす前 ハウスの主人がはしごを上げる前にベランダへ登っていたのだそう考えないといかにつばやくやってもこの強行を果たすには間に合わないしたがって犯人は節也氏がそこまで話しかけた時部屋の中へ高野真二がせかせかと入ってきたそして節也氏に近寄ってはっきりとささやいた 犯人を捕らえましたよ課長さん、Q、え犯人をどうしたってせつや氏は弾かれたように立った高野はにやりと笑ってトリックが分かったんですよ現場をもう一度見せてくださいませんかよろしい 行きましょう確信ありげな高野の態度に哲也氏は快く先に立って10号室へ導いた高野は部屋へ入るとまっすぐにカルタテーブルに近寄ってそこに並べてある花札を丁寧に見始めた「課長ここにある札は動かしはしないでしょうね」「一切手は触れてない」「閉めた」 高野は捜査権で手帳と鉛筆を取り出すと素早くその場にできている青のフ弾をスケッチしたできていた青かふん、課長これは犯人が作った落とし穴ですがねまさかこの穴に自分が落ちようとは気が付かないでしょうね節也氏は黙って高野のすることを見守っているばかりだった。 スケッチが済むと、高野は衣装戸棚の上にあった別の花の箱を取り下ろして、溢れ出る会心の笑いをかみしめながら。どうぞ、控室の外へ来てください。そして僕が合図をしたら、猶予なく入ってきてください。そうすればお渡しいたします。それまでは絶対に内部に干渉しないように頼みます。なに、事件はもう解決ですよ。 そう叫ぶと足も軽く控え室へ帰っていった節や刑事課長は高野の意外な行動にいささか度肝を抜かれた形で言われる通り控え室の外に合図を待つことにした高野は控え室へ帰った彼は今全く職業に洗練された沈着を取り戻していた彼は部屋へ入ると監視に当たっている刑事を 課長が呼んでいるからと言って室外へ追い払ったもちろんその刑事は戻っては来なかったおお疲れちゃったな高野はタバコに火をつけながらあくびまじりに言い出したどうだい今聞いていたらまだ尋問は長引くそうだから馬鹿っぱなでもやろうかな何、今課長にそう言ってきたから構わないさ そう言って持ってきた札を取り出した論平も俊一もいい加減腐っていたところなのですぐに椅子を持ってテーブルの周りへ寄ってきたしかしフェルドはまたもやハンカチを取り出して鼻を押さえながら自分は今そんな遊びをするような気分ではないからと断った高野は札を切りながら皮肉な調子で「あなたは 殺人者がマダムと花をしたというのを聞いて、嫌疑のかかるのを恐れていらっしゃるんですね。NO! <ー>フェルドは激しく頭を横に振った。そしてすぐ笑顔を作って、それでは自分も仲間に加わろう。いくらかこのやりきれない気持ちが紛れるかもしれないから、と言って自分の椅子を持ってきた。4人はテーブルを囲んだ。 親決めをすると、論イが親だった。札を切って配ると、春一が降りた。そこで、高野とロンペイとフェルドの勝負となった。おやこれは気味が悪いぞ。自分の手を見た高野がつぶやくように。これはさっきと同じ手だ。マダムとやったときと、やっぱり青がかかってる。妙だなあ 一瞬妙に暗い空気が室内をかすめた高野はちらっとフェルドの顔を盗み見た勝負は始まったしかしそれは長くは続かなかったそれはみんながおのおの4回ずつめくった時突然高野が椅子から立ったそしてドアの外へ向かって叫んだ課長どうぞお入りください びっくりしているみんなの前へドアを開けて半賢寺とともに節や刑事課長が入ってきた。諸君、椅子を立ってくれたまえ。そしてテーブルから離れてくれたまえ。よろしい。それで結構です。なんだか狐につままれたような君でこそこそ三人がテーブルから離れると高野は節や氏を近くへ招いた。 そしてさっき現場でテーブルの上からスケッチしてきたできていた青の馬札の絵を見せながら言った「課長このめくられてある札は随分妙な順序に置いてありますね」10高野は沈着にしかも的確に続けた。 穴をめくったとき、取札を並べるのに普通二通り形式があります。それは二次札、十札、五札、空札という順序で、これを右から順に置くか、左から順に置くかの二つです。ところが殺人現場にできていた青のバフ札を見ると、このスケッチの通り、右からまず二次札があり、次に空札があり、 次に自負だ、終わりにご負だという非常にへんテコな順序で置いてあるんです。これは花に慣れてない人か、でなければ少なくとも普通我々の習慣に従わぬ特殊な置き方をする人の並べたものだということがわかります。ところで、と彼は今まで自分たちの向かっていたテーブルの上を指さしながら、ところが、 ここにもまたそれと同じ置き方で並べられた馬札があるとしたら罠だだ落とし穴だ突然フェルドが怒号しながらテーブルの上の花札につかみかかろうとしたしかしそばから1名の刑事が抱きすくめて動かさなかった節也氏はテーブルに進み寄って高野の手帳にあるスケッチと テーブルの上に並べられた取り札とを見比べてフェルドの取り札がスケッチされた殺人現場にできていた青の置き方と同一のものであることを認めたそして満足げに何度もうなずいてみせたフェルドは刑事に抱きすくめられたままあらん限りの言葉をもって「これは巧妙に仕組まれたトリックだ自分は罠にかかったのだ」と絶叫してやまない。 とふいに高野はキッとした態度で「これがトリックだというならもっと動かぬ証拠を見せてやろう」そう言ったかと思うとつかつかと進み寄ってフェルドの上着の右ポケットから半ばはみ出していたハンカチと一緒に1枚のカードを取り出した「これはあなたのですね」フェルドはいぶかしげに高野を見た。 このカードはあなたの商売用のものでしょそうです高野は大またに節也氏の前へ来てそのカードを見せたそれはホエル・グアノの売買用に使われた保護カードであるこれが節也氏は不審そうに見るばかりすると高野はそれを裏返して見せた おそこには生々しいインクで「38.50論平」としたためてあるではないかすなわち現場で紛失していた当夜の論平の IOU なのであるミスター・フェルドあなたは他のすべての犯罪者と同じく極めてつまらぬところで重大な失策をしたんです。 さっきあなたは尋問室から戻ってきて、しきりにハンカチを出して鼻を噛んでおられたでしょうその時ポケットの中からハンカチと一緒に落ちたこのカードが、ふと僕の目についたのです。それで全てが解決したんです。あなたの失策。それは、たった一枚のこのカードなんです。あなたはマダムを殺害した後、 何か証拠になるようなものを残しはしないかと十分注意したでしょう。犯行を我々花をしている仲間になすりつけようとして、わざわざ伏せてあった札をめくって、青ができているようにこしらえたなんぞは、随分ひねった考えです。しかし、それだけの落書きがあったことが、この場合、あなたには災いだったんです。あなたは多分、立ち上がった時、 はっさり何か床の上に落ちたのを見て驚いてそれを拾い上げたんでしょうするとそれは自分がホエルグアノの売買に使った保護カードだったああこんなものを落としておけばすぐ足がつくところだった危ない危ないそう思ってあなたはカードをポケットへねじ込んだんでしょうところがそのカードをあなたは拾ってはいけなかったんです フェルドさん。それは、あなたが外へ出られてから後で、ロンペイ君が書いてマダムに渡した借用証書なんです。あなたがマダムを殺害した犯人でないとすれば、このカードをあなたが持っているはずは絶対にありませんよ。このカードは、僕の覚えている限りでは、マダムがテーブルの右隅へ偏寄せておいたはずです。それを何かのはずみで、 あなたが床へ落としたのでしょう。そして落ちるとき、不運にもこのカードは表返ったのです。もし裏の方が出たままだったら、おそらくあなたも、これを拾いはしなかったでしょうね。それを聞くとともに、ジェムスフェルドはくたくたと床の上に膝をついてしまった。それも無理からぬことであろう。 節也課長は心からうれしそうに高野の手を固く固く握りしめたそれから30分ほど後とのこと深夜の京浜国道をガタガタとフォードが1台まっしぐらに東京へ向かって失走していた中にふんぞり返っているのは言うまでもなく我が高野真司君である。 種の賞金が20円。事件探査の項で月給がさあ5円昇給は確実だな <laughs> 悪くねえぞそして原稿の文眼にかかりながらふと低く残り惜しそうにつぶやいたものであるだがあの女一度でいいからマスターしてみたかったな 本当にかかとと尻で部屋中を動き回るというんだからな。残念だったな。